はい、ということでね、じゃあ早速ね、授業を始めていきたいなと思います。はい、今回はね2次元目ということでね、皆さんね、前回の、授業でね、まあやったと思うけれども、あの戦略をね皆さんちゃんと使ったかね、あれちゃんと宿題で出したはずだけれども、あの宿題をねこなしていれば、ね大半の人が当選をしているはずだ。まあそういうこともあってね、なんかいろいろとツイッターとかでも聞いた限りでは、当選した人も多いらしくて、私としてはね、僕としては、大変ね嬉しいことでございますけれども、まあ今回ね2次元目ということで、ちょっとね深入りをしていきます。はい。まあこんな感じでね、一次抽選の当選率をねここにざっとまとめてみたけれども、まあこれでね当選率、一次受付の当選率を振り返つつも、二次抽選の対策もね今回はお話をしていこうかなと思います。それじゃあね、早速これね、一次抽選について振り返っていくけれども、まあ、見ていただければわかるかと思います。はい。あのね、名古屋がですね、あの、一次での当選率が、一次抽選率が 21.3% というね、まあ、そのぐらいだったかという感じでございます。これはまあ予想範囲内でしたけれども、ちょっとね、これが予想外だった、この二つが、うん。神戸が 17.71% というね、思った以上に低かったですね。うん。ちょっとこれは自分も予想外でした。やっぱりその収容人数とあと場所的な問題もあるんでしょうかね。関西勢が比較的多くて、まあ、なおかつ収容人数がたったの8000人しか入らないという、まあ、これがかなり倍率を高くさせちゃったんじゃないかなと思いますね。はい。そしてこれもね、逆にびっくりしたんだけど、51.262% というね、埼玉。うん。これはね、もう圧倒的に収容人数が、影響してると思います。はい。まあ、いろんなところではね、これ皆さん本当に勘違いしてるんだけど、いろんなところではね、このね、収容人数のところ、33,370人って書いてあるんですよ。うん。違うから、37,000人だから、キャパは。うん、これなんでかっていうと、あの33,000人っていうのは、あれは野球試合時のキャパです。はい。野球試合時は、ライオンズとかのね、試合の時は33,000人なんだけれども、ライブの時はね、ベースにも椅子が設けられるから。うん。だってね、それで言うかアリーナ席とか作られるじゃないですか。東京ドームだってそうですよ。はい。そういうこともあるので、ね、東京ドームもそうですけれども、ね、収容人数は37,000人です。はい。だいたい4,000人ぐらい増えますので、キャパは。はい。そういう感じでね、まあ、これね、皆さん勘違いしがちなんで気をつけるように。はい。そして、ね、まあ、今回のね、累計売上に関しては、65K ということでですね、まあ、思った以上が多かったね。うん。これも多かった感じですけれども、まあね、この売上はね、今後どんどん増えていくだろうと思いますけれども、まあ、こんな感じでございます。まあ、埼玉に関してはね、本当に改めて言うけどびっくりしたよね。うん。51.62% だから、二人に一人が単純計算で当たってるってことですよ。すごいですよね。驚きました。うん、まあ、ただこれ2日でね、1日あたりの当選率が、あれだから、1日あたりの当選率で 50% だから、2日、両日ともに当選させるのは、確率で言うと4分の1ですね。はい。だって 50%、50% だから、両方当てるって意味では、さらにその半分となるわけですので、4分の1です。はい。まあ、ただね、みんなね、今回土曜日のデイ2に結構、ね、集中したらしく、デイ1の方がね、逆になんか、すっからかんだったっていう、あれもありますけど、これ多分デイ1の当選率っていう可能性もありますよね。じゃあね、お次はね、二次選考のね、の対策をやっていくわけなんだけれども、まあね、僕自身はですね、今回埼玉ですね、埼玉が、デイ2を当選いたしましたけれども、まあね、デイ1の人と交換をしたことで、もう実質、両日参戦が決まったということなんですよね。はい。はい。こんな感じなんですけれども、埼玉も多いんですよね、こういうこともあって。そういうこともあって、僕がですね、お次狙っているのは、名古屋です。はい。名古屋を狙っているんですけれども、で、僕が今ですね、撮ってる方法といたしましては、もうすでにですね、ツイッター見てる方だったらご存知かと思うんですけども、シリアルをですね、交換する、ということなんですね。はい。埼玉のシリアルをですね、僕、今3枚近く持ってるんですけれども、それをですね、名古屋のシリアルに、交換するように今ですね、呼びかけてはいます。はい。もうすでにね、交換、
相手がね、決まりかけてもいますけれども、はい、シリアルを交換してます、今は。まあ、二次元のね、対策をするならば、こういうことが大事なんじゃないかなと思いますよね。はい。まあ、中にはね、その、埼玉を、チケット2枚連番で獲得した人は、埼玉を両日参戦するんじゃなくて、どっか別の、会場、例えば名古屋の何日目を参加させてくださいっていう感じで、別の会場の人と連番でトレードしてるっていうのも、ちょっと見受けられましたね。はい。まあ、ですけれどもね、まだ2時がありますんでね。うん。とりあえずは、2時にかけるっていうのも、まだ、いいと思います、僕は。はい。まだ確率的にはあるのでね。うん。2時にかけるっていうのも、僕は全然ありだと思います。まあ、そしてね、皆さん、これね、忘れないでいただきたいのが、当選したシリアル、まあ、ありますと、あると思うんですけれども、当選したシリアルは、使えない感じです、基本的には。はい。はい。なんですけれども、ただ、例えばね、じゃあ、こういうシリアルがあったとして、このシリアルで1日目当選しましたとしましょう。はい。こんな感じでね、こういうシリアルで1日目当てたとして、このシリアルでさらに2時に受けるとなると、2日目のみの申し込みはできます。はい。言ってる意味わかりますかね？要は、このシリアルコードではもうあなた1日目当てたんだから、2時においては2日目を申し込みできますと、いうことができるんですよ。で、あと、他のね、シリアルコード、まあ、積んだ人向けの、こっからお話になるんですけれども、積んだ人は基本的にね、これで1日目、当てようとしても、なかなか当たりません、多分。他のシリアルを、要は自分で持ってる人、やっぱりその E プラスのアカウントもね、きちんと見てると思うんでね。うん。うん。そういうこともあるので、基本的には、まあ、他のね、シリアルコード、まあ、ここにも書いてありますけれども、ね、他のシリアルと交換して、ね、まあ、他の会場を狙ってみるというのが、まあ、いいんじゃないかなという感じはしますよね。はい。まあ、これはね、積んだ人向けのお話なんですけれども、まあ、積んでない人は、例えばね、単番じゃない、シリアル1枚でね、当てましたとかっていう方は、まあ、もう普通にね、ここで安心していただければなという感じで、でね、各公演を、まあ、積んだよという人は、もう、各公演を1枚ずつね、積んだよって人は、まあ、基本的には、まあ、他のね、その、当ててない会場を、まあ、ぜひね、頑張っていただければな、という感じとしか、まあ、僕からは何とも言えないですね。はい。はい。ということでですね、ちょっとね、今回は、まあ、若干短めだったんですけれども、アクアセカンドラブライブのね、当選率、一次抽選の当選率を振り返りつつも、二次抽選のね、ちょっと対策を、僕なりの対策をお伝えいたしました。はい。皆さんね、まあ、役に立っていただければ、嬉しいかと思います。ということでですね、皆さん、さよなら、バイバイ。